ライオはトゥルー、あなたは信じる、千葉たり転がる突然決勝勝ちのどうも、小池です。アンバサダーの問いです。まずはこちらの画像をご覧ください。はい、こちらは何でしょうか。最後の晩餐。そうですよね。もう絵画に詳しくない人でもこれは知ってますよね。まあ、あのダヴィンチが作ったんですね。そうです。今からなんと500年以上前の1498年、天才レオナルド・ダヴィンチによって描かれた最後の晩餐です。はい、有名ですね。はい、これはイエス・キリストが食事の席で12人の弟子たちに、この中に私を裏切る者がいると告げる衝撃のシーンなんです。最後の晩餐は聖書の中でも特に有名なシーンで、ダヴィンチの他にも多くの画家が、まあ、題材にしてるんだよね。はい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 、はい、ただですね、他の画家が描いた最後の晩餐とダヴィンチの最後の晩餐には決定的な違いがあることを皆さんご存知でしょうか。何ですか。まあ、よくさ、桃太郎とかね、そういう話でも話の本筋は同じでも挿絵が変わるとちょっと解釈違ったりするやんか。めっちゃ鬼を怖く描くこともあれば、桃太郎をかっこよく描くこともあれば、ちょっと作者によってその辺の視点の意図が変わるように。まあ、だから本当は怖いディズニーみたいな話ですよね。本当は怖いディズニーとはないんですよ。本当は怖いグリム童話か。グリム童話だそうやね。本当は怖いディズニーだったらみんなディズニーランド行けへんから。確かに確かに怖すぎるから。でこれね、違いがあるんですね。それが構図が違うんですよ。おー、なるほど。はい、他の画家が描いた最後の晩餐、例えばこちら、イエス・キリストと弟子たちがテーブルを囲んで丸くなっている様子で描かれてますよね。丸くなってる。このように裏切り者、まあ、ユダだったんですけども、はい、ユダだけがポツンと別の席に座っている状態で描かれています。いや、分かりやすすぎるやろこれ。いや、でもそういうことなんです。一応挿絵なんでね。あ、なるほどね。しかしダヴィンチの最後の晩餐は横に長いテーブルにイエスと弟子たちが一列に並んでいます。おお、これはそれまでの常識を覆す新しい表現だったんですよね。ダヴィンチが作り上げたんや。そうなんです。レオナルド・ダヴィンチは芸術はもちろん科学、哲学、医学、天文学など、うん、あらゆる学問を極めた万能の天才というふうに言われてたんですよ。すごいよね。しかも一説によるとフリーメイソンの会員だったんじゃないかという。はいはい。でバチカンの秘密図書館にも入ることを許された数少ないメンバーの一人なんだよね。そんなレオナルド・ダヴィンチは多くの絵画作品にある秘密のメッセージを隠したと言われます。まあ、ダヴィンチコードってね、映画もありましたけど、もしかすると他の画家と違った構図で最後の晩餐を描いたのにも何か秘密があるんじゃないかと。まあ、実際モナリザとかもね、あの書かれてる下になんか本当に大事なこと書いてるみたいに言いますもんね。そうなんですよね。万能の天才と呼ばれたダヴィンチは最後の晩餐にどんなメッセージを隠したのでしょうか。はいはいはい。イエスの横にぽっかり開いた謎の空間、うん、オープニングでも少し触れましたけども、はい、最後の晩餐は聖書のワンシーンを描いた作品です。でこの絵に該当するシーンについて聖書には、イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた、はい、と書かれています。ここのイエスの愛しておられた者とは一般的にはヨハネという名前の弟子だというふうにされていますけども、イエス・キリストには12人の弟子がいました。ヨハネはその中でも最年少の人物だったんですよね。でここで最後の晩餐の絵をもう一度見てみると、公式的な見解ではこちらから見てイエスの左側に座っている人物がヨハネという男性であるとされています。ただこのイエスの隣に座っている人物、ちょっと女の人っぽく見えませんか。見えますね。はい、他に描かれた人物だと違ってヒゲも入っていないし、肌の色もワントーン明るいように描いています。確かに。はい、でこの優しげな見た目からイエスの隣に描かれた人物ってヨハネじゃねえんじゃないのっていう。おマグダラのマリア。エヴァの話始めました。え、どういうこと？マグダラのマリアやから。あれマグダラのマリアって都市伝説が超有名じゃない。まあ確かに。この説は小説や映画で話題になったダヴィンチコードで紹介された世界的に有名な説なんですが、うんうん、マグダラのマリアとはイエスと結婚していたのではないかと言われる女性なんです。また聖書に書かれているイエスの愛しておられたものというのも妻であるマグダラのマリアのことを表しているというふうに考えられる。はいはい。そしてイエスとマグダラのマリアらしき人物との間には不自然な空間が空いてるの、皆さんちょっと分かりますよね。空間ですか。絵の全体を見てみてもこんなに大きな空間が空いてる箇所は他にもないんです。お、はい、作者であるレオナルド・ダヴィンチは何か明確な意図を持ってわざとこの空間を開けたんじゃないか。愛したって言ってるのにこんなに空間開けますかと。そもそも一説ではこの空間にアルファベットの M に見えることからマリアの M。 なるほど。マクドナルドが流行ることを予言したわけではない。うん、それを言うんだったら松浦会長言ってほしかったな。M っていうね、本を書かれてね。ちょっと難しかったね、松浦会長の話はね。で結婚を意味するマリッジの M とかのように言われてる。あ、結構匂わせしますね。そうなんですよ。で他にはこの空間が逆三角形になっていまして、はい、この逆三角形は女性の子宮の形を暗示しているとも考えられているそうです。へー、はい、
つまりイエスとマグダラのマリアとの間に子供ができていたおということを示されている。はいはいはい。もしかするとダ・ヴィンチは、うん、イエス・キリストに子供がいることを何らかの形で知っていたのかもしれない。アカシックレコードがアクセスできたら言いますからね。そうね。しかし聖書にはイエス・キリストに子供がいたとは書かれていないんですよね。そうですね。ダ・ヴィンチが生きていた中世ヨーロッパでは教会が絶大な権力を守っていたわけなんですけども、聖書に反することを言えば教会の強い圧力で発言を消されてしまったこともあったでしょう。ダ・ヴィンチは自分の説を確実に後世に伝えるため、パッと見ただけではわからない暗号を絵の中に隠したのかもしれません。なるほど。絵の中に隠されたレクイエム。鎮魂歌ですか。そうです。次に紹介するのはやりすぎ都市伝説でも紹介されたことがある驚きの新説です。イタリアの情報科学者ジョバンニ・マリア・パーラーさんはですね、最後の晩餐に描かれた白いテーブルや不規則に配置されたパンからあるものを連想しました。それが楽譜。楽譜、はい、ジャズ奏者でもあるジョバンニさんは最後の晩餐に描かれた人物たちの手とパンを音符に見立てて楽譜として読み解くことを思いついたそうです。最初に気づいた時感動したよな、うん、来たーっつって、うん、もう超アハ体験。もうこれはね、今の世の中 YouTube だったら、うん、考察当たったって感じ。いやいや、ほんまにほんまに親切、うん、ダヴィンチ新しい。そうそう、楽譜だったあれはみたいな、全て分かっちゃいましたから多分タイトル書くよそれ。通常楽譜は左から右へ読むよね。ダ・ヴィンチは普段から字を書くときは右から左へ鏡文字で書いていたというふうに言われるんです。変な人な。でそのためこの楽譜を右から左へ演奏することが正しいというふうに言われていて、ジョバンニさんによればこの楽譜に書かれているのは死者のためのミサで使われる鎮魂歌だったそうです。はい。さらに絵画に隠された楽譜については興味深い発見があるんです。このメロディーを実際に聞いてみますと、一箇所だけ不協和音になっている部分があるんですよ。面白くない？その不協和音が鳴る部分がなんとイエスの弟子の一人であるユダが描かれている場所なんです。裏切り者やん。そう、なんかほんまに楽譜やったこと。ダ・ヴィンチは意図して。そう、えぐ。ユダは最後の晩餐の後にイエスの居場所を敵に知らせた裏切り者です。うん、ダ・ヴィンチは絵画の表現だけではなく絵の中に隠した楽譜で音楽的な角度からもユダの裏切りを表現したということなのかもしれません。時をかけるユダ。この絵には、どうしました？時かけるんやと思って。時かけって言ったらほら、違う作品ポッキーかけます。びっくりしちゃった。はい。この絵にはですね、聖書の記述と時系列が矛盾しているポイントが結構あるんだよね。ほう。それもただのミスとは思えないような明らかな矛盾なんです。実は、最後の晩餐は、最後の晩餐ではないのかもしれません。じゃあ、あかんや、嘘ついたら。え？ただ11月20日の晩餐とか書かなあかんや。11月度でした、これは。そう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 。聞いてください、最後まで。まず注目したいのは、先ほども少し紹介した裏切り者のユダが描かれている場所です。ほう。ユダの手元をよく見ると、袋のようなものを持っているのがわかります。まあ確かに。はい。少しわかりにくいので、ダ・ヴィンチの絵を模写した作品でもあります、ジャン・ピエ・トリードの作品でちょっと見てください。はい。まあ明らかに持ってますよね。確かに確かに。これもう明らかにドラゴンボールのね、カリン様が持ってる先祖の袋と一緒みたいな。そうですね。ヤジロビがよく持ってくるタイプに似てるんですけども、これはですね、ユダがイエスを裏切った代償として手に入れた、あの銀貨30枚が入ってると言われる袋。いつも重いけどさ、安すぎひん。安いの？安いんだけども、これで裏切っちゃうっていう、例えによくされるやん。ね。当時のローマ帝国では、イエス・キリストは懸賞金付きで指名手配されていました。ユダはその懸賞金のためにイエスをローマの役人に売り渡し、その結果イエスは十字架にかけられて処刑されたと言われています。ほいほい。そのためユダは裏切り者として言われるんですけども、しかしこの時点でユダが銀貨を持ってるのはおかしいんだよね。ユダは最後の晩餐の後で敵にイエスの場所を教えて、その報酬として銀貨を手に入れたわけですよ ね。つまりユダは最後の晩餐の時点ではまだ銀貨を受け取っていないはずなんです。はい、はい、注意深く見ていきますと、その他にも多くの時間的な矛盾が見つかるんです。ほう。最後の晩餐はイエスが弟子たちと一緒に宗教的な儀式を行っているシーンでもあるんです。でこの儀式は杉越の食事というふうに言われていまして、はい、ここにはその羊の肉と薄く硬いせんべいのようなパンを食べる決まりになっているんです。へー。しかしダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐を見ますと、うん、テーブルには魚料理や丸く膨らんだパンが載っていますよね。へー。またイエスの後ろの窓に見える背景は明らかに明るく描かれて、確かに晩餐だったら夜だよねと。確かに今まで何の疑問も思わんかったな。ねえ、窓から見える明るい景色は昼もしくは朝のようにも見えてしまう。このような矛盾からそもそもこの絵は最後の晩餐を描いていないのではないかという説が生まれるんだよね。なるほど。はい。じゃあ最後の晩餐でないなら何の絵なんですかと、トワ君が言ってくれたように11月の絵なんですかと、うんうんうん、そういうことになるわけですけど、有力なのはイエス・キリストが処刑され3日後に復活した後に弟子たちを招いて行った食事会という説。いや、ユダどういう気持ちで言ってん
これ時系列を整理しますと、最後の晩餐、ユダの裏切り、イエスが処刑されて死にます。で3日後に復活しました。弟子たちを集めた食事会。いやだからユダどういう気持ちで銀貨持ってそれ言ってんねん、やばすぎるやろ。まあ、とりあえずここまで行くと、まあ、ユダのその時系列的なその銀貨の袋を持ってても矛盾はないで、いや矛盾はせえけど、逆に心配になってきたユダという人物が。これはまたユダの向こう側にいる人物に注目してみてください。これはイエス・キリストの12人の弟子のうちの一人、ペトロと言われています。よく見るとペトロはナイフを持っていますよね。ペトロナイフですか。このナイフですから、まあ、そうなんだろうけど、このナイフの描写からペトロは裏切り者のユダをナイフで殺そうとしているのではないかとも考えることができるんですが、ナイフの向きがおかしいですよね。外側を向いているんでね。でこのことから実はユダは裏切り者ではなく別の裏切り者がいることを示しているんじゃないかと。もう富樫先生の作品です。こう思うと、そうね、後ろで手を組んでるみたいなね、もありましたけどね。最後の晩餐が矛盾だらけなのも、もしかすると本当の裏切り者は別にいることをダビンチは知ってしまって、絵に矛盾点をいくつも散りばめたのかもしれません。ダビンチが隠した恐怖の予言。バチカン市国で古文書の研究を行っているサブリナ・スポルッツァ・ガリッツァ教授は、最後の晩餐の中にある予言が隠されていることを発見しました。この予言は、食事をとっているイエスや弟子たちの頭上にある半円形の壁の装飾に隠された暗号を解くことで解明されました。そこ見る人初めて見たわ。すごいよね。ガリッツァ教授によりますと、この部分には数学と占星術のパズルが描かれているそうで、よく見ると L やV、B、S などのアルファベットが書き込まれているのが分かります。確かに。これはですね、ダヴィンチが24時間を表すのに使っていたラテンアルファベットと呼ばれるものなんだって。さらに西洋占星術で使われる行動12球の絵も描かれていまして、この行動12球とラテンアルファベットのパズルを解くことで次のような予言が浮かび上がってくるんです。4006年3月21日に世界的な大洪水が起こり、同じ年の11月1日に人類は滅亡する。そして人類は新たなスタートを切る。ちょっと先すぎるな。洪水によって人類が滅亡するのか、もしくは洪水をきっかけに災害や争いが起こった結果人類が滅亡するのか分かりませんけども、どちらにしようありえないとは言い切れないんです。まあ、4006年ですからね。はい。レオナルド・ダヴィンチといえば、天文学や数学をはじめ、科学、地質学、物理学などあらゆる学問を極めた天才ですから。さらに全ての事象や感情などが記憶されているアカシックレコードにもアクセスできるのダヴィンチさんですから。そうですね。地球の未来や人類の滅亡についても正確に予測できても不思議ではない。さらに人類の滅亡後の世界について意味深な言葉が書かれているのも気になりませんか。はいはい。滅亡の後に書かれている新たなスタート、一体何を表しているんでしょうか。モアの箱骨ですね、これは。まあでも全く同じことだけどね、これね。洪水で世界が滅んだ後人類が復活し現在の世界ができたというのは、まあ、旧約聖書やインド神話、ギリシャ神話など世界中で語り継がれているよね。ダヴィンチは再び世界がリセットする大洪水が起きることを後世の人に伝えるためにこの暗号を絵に隠したのかもしれません。なるほど。いやダヴィンチってマジ頭良すぎるな。頭良すぎるし、これをやっぱ解読する人たちも頭いいよな。頭いいけどさ、やっぱそれぞれが得意な分野のやつを解読してるやん。だから一人でほんまに書いたんかな。ほんまに謎だよねこれね。だからダヴィンチってさ、チームの名称やったんじゃん。レオナルド・ダヴィンチズ。そう、だから一人じゃない説、うん、まあ音楽のジャンと科学のジャン、そうそう、絵描くやつはこいつみたいなとか、で全体の統括するダヴィンチはこいつみたいなとかさ。ベガパンクやん。いやほんまにステラがいてな。それぐらいじゃないとさ、こんないっぱい暗号仕込める。本当に天才なのよね。いやすごいな。すごいよね。でも俺はこのユダが免罪かもしらんみたいな話出たやん最後。免罪やのに銀貨を持ってる心境が分からへん。で銀貨かどうか分からへんから、ね、でその銀貨を持った上でやっぱ来る心境も分からへん俺。いやもうそれは裏切り者だったらハラハラするやん、ね、俺バレてへんやろなみたいな。じゃあこんなもん持ってくんなよ、それ何やろって言われた。これキリストさんをね通報した時にもらえるお金ですよ、みたいな。だからちょっと忍びないから半分もらってくれませんみたいなこと。この構図をかけるダミーでも天才すぎるよね。そうやね。なんかみんながキリストの方を見て喋ってるわけじゃないもんだって。でもさ、最後の晩餐感も知らへんなと思った。最後の晩餐感、やっぱ焼肉のタレみたいに言うやん。実は無視やん。
最後の晩餐か。何それ。焼肉のタレみたいな。焼肉のタレの元ネタが分からへん。え、知らんの。知ってるよね。ほら。え、何何知ってるね。ほら。どういう焼肉のタレ。どういう、バン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 晩餐か。焼肉焼いても家焼くな。おお、知ってるわ。でもやっぱ焼肉のタレ言ったらエバラやから。エバラ焼肉のタレ。何の時間。黄金のタレかどうか別にどうでもいい、ね、あ、そうだ、うん、本日のトレハダスコア、トレハダスコアは1498。ダヴィンチという男はすごいですね。本日のトレハダポイントは13、まあ、ユダですね。See you。 本日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ここでお知らせになります。コラッキースタジオ初の書籍が発売します。発売日は2023年3月2日となっております。現在は Amazon で予約開始ということですね。予約していただいた方は3月2日にお届け予定となっております、はい、これまで YouTube で話すことのなかった未公開の都市伝説を収録しております。この実体験話します。そうなんですよ、はい、これからの日本の未来がどうなるのかとか、こやすた版予言書となるかもしれません。さらにただただ都市伝説の紹介本ではありません。都市伝説の語り方講座みたいな、ね、YouTuber ならではのですねページもありますし、都市伝説を楽しむもよし、友達に都市伝説を話して楽しむもよし、唯一無二の都市伝説本となっております、はい、隠されたメッセージもたくさん散りばめてますので、ぜひ実物を手に取って読んでください。備えろ。詳しくは概要欄からよろしくお願いします。2025年、はいはい、また月行こうや計画あることを知ってます。皆さん、月という天体が実は結構異常な天体ということを皆さんご存知ですかね。異常な天体、そう、どの書物神話の中にも大洪水以前は月が記されてるのに、突如として現れた。月がもし関係していたら、大洪水ぐらい起こしてもうてもおかしくなくないですか。なるほど。地球だけがこの水を維持できて文明が発達したというのはあまりにできすぎてるんだけど、それを可能にしたのは月のおかげやっていう説が、この大量の水地球にある、月からやってきたんじゃないのかってことが言われてる。